めて痩せる腸活食材トップ3、あなたにお伝えしてまいります。この動画をご覧いただきますと、私がコープ生協さんで新商品ということで腸活にもう本当に最適なダイエット食材選んでまいりましたので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、すぐに取り組むことができる腸活ダイエットのポイント動画4本プレゼントしております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず1つ目の項目、こちらです。なぜこの食材を食べることで痩せることができるのかという、その理由なんですけれども、それはあなたの腸内環境が整う食材だから、そしてプラス無添加だからなんですよね。あなたがもしダイエットを成功させたいと願っていらっしゃるようであれば、あなたのまず腸内環境を整えることがもう大前提になりますよ。ここができていないとあなたの努力が水の泡になってしまうんです。なぜかと言いますと、腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をまずは増やしてあげて、そして餌を与えて育てて、いつまでもね、いい子いい子とここにいてねって、やっぱりですね、いてもらわないとね、いけないわけなんですよね。なのにそういったいい菌がこう住むことがこうできないような、まあ、悪者が入ってきますと、もう一気にもうデブ体質になってしまって、もうどんなに頑張ったところでですね、痩せることができなくなってしまう。その悪者というのがこの添加物になるんですよね。もうとにかくいろんな食材にはもう添加物がいっぱい入ってますから、その添加物を取ることで、せっかく腸にいいものを取っていても、野生菌が喜ぶものを取っていたとしても、悪い添加物、悪物が入ってきてしまうことで、そのいいですね菌がやっぱりいなくなってしまうわけなんですよね。いかがでしょうか。そのためにはこちら、化学調味料です。別名に調味料かっこアミノ酸などと書いてあるものが化学調味料になりますから、もしその食材を裏見た時にですね、原材料名にこの調味料かっこアミノ酸などと書いてあると NG だから気をつけてくださいね。また人工甘味料です。例えば糖質ゼロとかカロリーゼロとかね、そういったものに限って人工甘味料が入っています。で、人工甘味料はもちろん糖質オフで、そのカロリーゼロにはなるんですけれども、それとですね、逆にマイナスの面が大きいんですよね。それは何かと言いますと、あなたがその糖質オフ、まあ、ノンシュガーとかね、こういった人工甘味料を取ってしまわれますと、ますます甘いものが食べたくなってしまうんですよね。そういう味覚になってしまうんです。味覚障害です。ですから、まあ、私もね、以前そうだったんですけれども、もうやめられない、止まらないなんですよね。甘いものをもうやめることができないということになってしまいますから、まずはこのポイント2つですねが入っていないものを選ぶことがもう大前提になってきます。そしてプラス、あなたのその腸内ですね、悪者を入れていただきたくないので、ちょっとさらにここで詳しくですね、覚えていただきたい添加物の名前がありますから、ちょっと一緒に見てくださいね。一番ですね、まあいろいろ悪いんですけれども、もう特に悪いのはトランス脂肪酸です。で、このトランス脂肪酸ってね、原材料に書いてないんですよ。そんな風にね、わざわざ書いてません。その代わりに何て書いてあるかと言いますと、よくクッキーとかプロテインバーとか、要は小麦製品ですよね、小麦粉を使った加工食品の中にマーガリンとか、まあ、もちろんマーガリンそのものも良くないんですけどね、ショートニング、そしてファットスプレッド、植物性油脂、これは結構ねチョコレートにも入ってます、気をつけてくださいね。植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂、ふう、もうね、ありすぎだと思いませんか。もういっぱい入ってる。もうね、なので私はもう食材を選ぶ時にものすごく時間かかるんですよね。なぜかというと、もういちいち見るから、もう本当にあっという間に1時間とか、どうかしたら2時間ぐらいねかかって、買い出ししてる時がはっとか思ったらね、気づいたら時間経ってしまうことになるんですけれども、そのような怪しい人がいたら私のことです。もしくは私のこの動画を見てくださって、真摯に取り組んでくださってるあなたや、あなたの周りの方かもしれません。ちょっとお声かけしてみてあげてくださいね。
あなたもしかしたらスミカ先生の腸活ダイエットチャンネル見てませんかみたいな声かけてもらえたらと思います。それぐらいこのトランス脂肪酸って書いていないんだけれども、このようなものには入っていますから、気がつかない間に大切なお子さんに食べさせてしまったりとか、まあ、ご自分もそうですけれども、とにかくですね、気をつけていただきたいなと思うのが、もう第一位は、まあ、トランス脂肪酸ということになります。ではここから2つ目の項目に移っていきたいと思います。じゃあ一体何を食べれば今のような化学調味料、添加物が入っていなくって腸内環境を、まあ、整えることができるんですかってことになるんですけれども、やっぱりですね、その痩せるためには腸内環境の、その痩せ菌の、まあ、その善玉菌のですね、餌となる食物繊維とかですね、あとはその腸そのものを元気にするその元タンパク質がいかに取れているかということが、やっぱりここねポイントになってくるんですよね。そうしないとやはりね、そのダイエットを成功させることがやっぱりできないわけなんですよね。なので私は今1番目と2番目でお伝えしました、腸内環境が整って添加物が入っていなくって、そしてどうやったらその具体的な食物繊維やタンパク質が取れるのかという食材を今回コーブ生協さんで選んでまいりましたので、一つずつトップ3ということで、まあ、第3位からお伝えしていきたいと思います。じゃあここから、まあどのようにという形でトップ3とその具体的なダイエットを成功させる食べ方、召し上がり方ですねをお伝えしていきたいと思います。では第3位お伝えしていきますね。第3位はこちらです。デーツになります。で、私ですね、今回生協さんでいろいろお伝えしようと思って食材チェックしてたんですけれども、まあ、なかなかね、もう結構、まあ、見尽くしておりまして、もうなかなかないなーってこう仲間諦めてもうレジ行こうかなって思ってたんですよ。そしたらですね、レジに向かう横にふっとこう目をやるとポップが飾ってあって、生協新商品出ましたってね書いてあったんですよね。新商品と思って見てみたところに全部いろいろね、添加物が、まあ、残念ながら入っていたのは、まあ、もちろん選べなかったんですけども、あったんですよ。もうまず目についたのがこちらのコープ生協の種抜きデーツだったんです。でデーツってご存知ですか？これはナツメヤシの実のドライフルーツになるんですよね。で私こちら大好きで、別動画でもあの時は業務スーパーさんで見つけた時にですね、あちらはどこの国だったかな、エチオピア、中東の方のねお国だったと思うんですけども、これはチュニジアです。原産国はチュニジア、業務スーパーさんはチュニジアじゃなかったですね。あ、思い出せない、ごめんなさい。別の動画でチェックしてみてくださいね、伝えてますので。これは生協さんはチュニジアで、これね見えます、大きい粒なんですよ。結構これが大きい粒で、まあ、パッと見プルーンみたいな感じなんですけど、プルーンよりやっぱ色がね薄茶色で、綺麗なこう透き通ったような茶色の色をしてるんですよね。でこれもうねめちゃくちゃ美味しいんですよ。柔らかくて大粒で、初めての方はですね、なんて言えばいいのかな、黒糖のような風味の練り羊羹みたいなドライフルーツです。めっちゃくちゃ美味しいですよね。で私今これ食べ方のハマってる食べ方がありまして、何かと言いますと、このデーツね、ちょっとまあ割れてるとこもあるんですけど、その隙間にね、このくぼみに素焼き の, 無添加のくるみですね、くるみを挟んで、まあ、ナッツですよね、食べてみてください。もうね美味しいんですよ。この相性がめちゃくちゃよくって、でしかもそのくるみ、ナッツを入れることでデーツにはないそのビタミン、ミネラル、まあ、こちらもすごく栄養が高いんですけれども、それがこう一度に取れちゃうみたいな、一粒でね二度おいしいみたいな感じですよね。ほんと美味しいですから、ぜひくるみを挟んで召し上がってみてくださいね。でとにかくこのデーツと言いますのは、もう栄養価が高いのにカロリーが低いんですよ。しかも脂質がゼロです。嬉しいですよね、脂質ゼロなんですよね。でしかももちろんね、これは糖質はねちょっと高めなんですよ。これ1袋あたり 140g 入ってまして、栄養成分表示が 100g なんですけれども、まあ、糖質がやっぱりね
糖質そうです 68.4g、 結構高いから食べ過ぎは注意ですよね、まあ、1日1粒多くても2粒しかも夜食べちゃダメですよ。朝か昼に召し上がってくださいね。活動する時間に食べてください。そうすると大丈夫。しかもこれ低 GI 食品なのでもちろん糖質は高い残念なんですが、ただその糖質を急激にですね血糖値を急上昇させず、その緩やかに抑えてくれるのがこの低 GI 食品なんです。それがまあこのデーツなんですよね。ですからその白米とかパンとか菓子パンとかああいったのに比べると血糖値の急上昇を抑えてくれる食べ物ですから、安心してよく噛んで召し上がってくだされば大丈夫です。そしてその糖質糖質の代謝もねなんと上げてくれるんですよね。取った糖質を代謝上げるってねどういうことでしょうかってことなんですけれども、まあ、それだけ抑えてくれる食品なわけですよね。でまた便通やむくみも改善してくれます。なぜかというと、まあ、たっぷりの食物繊維も入ってますよ。ここ、ですね、100g あたりが 8.3g 入ってますし、カリウムも豊富だからそのむくみ改善にもなるわけなんですよね。もういいこと尽くしです。そしてこちらはですねお値段なんですけれども、こちらがちょっとすいませんね、忘れてました。ですね、この種抜きデーツは税抜きで386円でした。これ結構入ってますよ。だいぶ持つと思いますので、どれぐらいかな、毎日食べても、まあ、1ヶ月はちょっと持たないとは思うんですけど、結構入ってますから、まあ、1日おきぐらいに召し上がっていただくともう全然1ヶ月持つと思いますので、ぜひこちら谷の木デーツもダイエット食として召し上がってみてくださいね。ではここからトップ3の第2位をご紹介します。それはこちらです。生協コープさんのクオリティ本カレ節なんでしょうか。要はね、かつお節のことになります。こちらすごいですよ。鹿児島県の枕崎のかつお節使ってくださって、国産なんですよね。もうすごくいいかつお節を、まあ、ふんだんに使ってくださってるわけです。でこちらかつお節が良いのは、まあ、もちろんかつおということで、こう魚が手軽にね食べれますよということと、まあ、EPA、DHA などのそういった良質のものも取れますし、もう何よりも消化吸収が良い良質のタンパク質が手軽に取れちゃうということになるんですよね。あなたのダイエットを成功させるためにはこのタンパク質がとっても重要になってきます。なぜかというと腸ができるその元だからですよね。しかもタンパク質を取ることで代謝が上がるんです。筋肉のその元になりますから、やはり良質のタンパク質でとっても大事な時にこの鰹節って便利じゃないですか。もうここに使いやすいって書いてますけれども、もうわざわざその何かするっていうよりは、何か作った食事のね、そのメニューに今振りかけたりまぶしたり混ぜたりでいいわけじゃないですか。お味噌汁でもいいですし、野菜炒めでも良いですし、雑炊とか、まあそうですね、オートミールの雑炊とかでももう本当に重宝しますよね。おかゆとかもう何でも、あ、サラダ、野菜にもこうパラパラとかけたらいいわけじゃないですか。もうとっても便利。こんなに気軽に消化の良い良質のタンパク質を取れる痩せ食材ですから、こちらかつお節、いろんなものにもパッパッパッパね振りかけていただきたいと思います。私もそうしております。でしかもですね、脂肪分が低いんですよ、かつお節になることでですね。なので脂肪分も低い、しかも低カロリーですから、上手にこのかつお節をいろんなメニューにまぶしていくことで上手にタンパク質を取っていただきたいと思います。ではここからいよいよ第1位ご紹介します。第1位はこちらです。生協コープの国産素材、三重県産の青さのりになります。しかも水洗い不要ということで、もうこれもですね、もうとっても使いやすいんですね。私が気に入っている食べ方は、もう朝のお味噌汁にパラパラっと入れて、朝からもう海藻たっぷり、ミネラルたっぷり、しかも食物繊維たっぷりで、もうどんどん痩せていくことができるんですよね。でこちらは、まあ、よくこの青さと言いますと、あのお好み焼きとかね、こう青のりになっている、まあ、材料だなって思い浮かぶと思うんですが、こちらはそのこう粉末とかいうよりは結構ねゴロゴロっとあの塊で入ってるんですよね。からパッと掴んでもパイみたいなね、あの何でも使えますよ。その
スープ系がいいでしょうね。やっぱお味噌汁ですとか、あとはまあお蕎麦とかですね。あ、そうそう、あとは私卵焼き、娘のお弁当の卵焼きにもこちら使ったりするんですよね。ですからもう本当にまあ、要は乾燥のまま召し上がれないこともないとは思うんですけれども、ちょっとまあ水分にこう混ぜて使うっていうのがですね、お味噌汁とかスープとかお蕎麦とか卵ですよね、生卵溶いて、そういった形でこう何かに混ぜて召し上がると良いと思います。とにかく 40% 以上食物繊維なんですよね。1袋あたりがこちら 8g 入っているんですけれども、食物繊維が、ね、豊富になります。そして糖質の吸収、まあ、太る元ですよね、糖質の吸収をなんとなんと抑えてくれるんですよね。そのことで体脂肪をその蓄積することがですね、抑えることができるわけですから、脂肪の吸収がやっぱりね全然変わってくるわけなんですよね。嬉しいですよね。そしてなんとカルシウムがすごいんですよ。牛乳の約8倍入ってますから、もうこのやっぱり海藻から取るミネラルのカルシウムってすごいですよね。もうぜひお子様やご自身の、まあ、ご家族ですね、お役立ていただければなと思います。あとはビタミン A とか葉酸もほうれん草を飲む何倍も入ってますから、もうこの青さをパッと入れるだけで、まあ、特にお味噌汁ですよね。お味噌汁は発酵食品ですから、発酵食品とこの海藻をプラスすることでどんどん痩せメニューが増えていって、あなたが普段召し上がっていたその食材とかお料理をこういったその腸活食材に変えていくだけで、あなたの腸内環境が整って痩せ体質になって、しかも健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。ぜひ今お伝えしましたトップ3の食材を上手に日々のお食事に取り入れていただいて、どんどん綺麗に痩せていっていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はコープ生協さんで新商品ということでね、目についたということでご紹介したんですけれども、もしかしたらね、その新商品のポップがその私がお店に行った1日前だったのか1ヶ月前だったのかって、そこね微妙ですけれども、あなたの町の生協さんではいかがでしょうか。もちろん新商品ということで出ていると思うんですけれども、ぜひぜひですね、全く同じのがなかったとしても、私のポイントですね、腸内環境が整って、しかも無添加であること、ここをベースにあなたのお近くのスーパーでも探すことができると思いますから、ぜひお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。